死亡フラグです。よろしくお願いします。出会いフラグです。よろしくお願いします。うわ、片尾すごいやる気なさそう。まあいいや、よろしくね。出会いフラグさん、やっぱりめんどくさそうです。え、しーちゃんバイトするの？はい、効率的なフラグ回収のためにも、もう少し人間社会というものを学ぶ必要があると思いまして。恋愛フラグさんもどうですか？僕はいいかな。面倒だし。ちなみにどこで働く予定なの？居酒屋で働いてみようかと思ってます。え、どうかしましたか？居酒屋か。大変って聞くけど、しーちゃん大丈夫？どうにか頑張ります。わかった。やっぱり僕もバイトするよ。もしかすると付き合わせちゃったのかもしれません。ここは私がバリバリ働いて恋愛フラグさんの負担にならないようにしないと。いらっしゃいませ。4名様。何ちんたらやってんだよ、早く案内しろよ。4名様ですね。5番卓どうぞ。お次は2名様。6番卓どうぞ。1名様カウンター席どうぞ。お次はご予約の団体様ですね。1番のお座敷にご案内します。しーちゃん、キッチンにお通し27個って伝えてくれる？わかりました。すご、完璧に客さばいてる。ビール、俺はレモンサワー。やっぱビールにするか。私はウーロン茶で。ウーロンハイください。ご注文確認いたしますね。ビール8個、レモンサワーが3つ、ハイボール2つ、ウーロンハイ1つ、梅サワーが1つ、ウーロン茶が3つ、コーラが2つ、カルピスが1つですね。すぐお待ちします。団体客のオーダーも一発で聞き取ってる。一体何者なんだあの子。唐揚げが無理ってどういうことだよ。すみません、フライヤーが不調で。揚げ物出せない居酒屋とか聞いたことないんだけど。本当に申し訳ございません。ご迷惑をおかけして申し訳ございません、お客様。ところで、こちらのクーポンはお持ちですか？いや、知らないけど。焼き鳥盛り合わせが半額になるクーポンとなっております。960円の焼き鳥盛り合わせが唐揚げと同じ480円でご注文いただけますよ。でもそれ持ってないし。どうぞ、こちら差し上げます。焼き鳥いかがですか？じゃあ頼むか、焼き鳥。ありがとうございます。焼き鳥喜んで。すげえ、ネットでもばらまいてるクーポン使ってクレーム回避した。お待たせいたしました。こちらビール8個、レモンサワーが3つ、ハイボールが。4万たくさん、やばいです。誰か死亡フラグさんの応援に行ってあげてください。しーちゃん、だからお酌だよ、お酌。隣に座ってお酌してくれよ、ほら。すみません、そういったことは。いいだろ、別に減るもんじゃないんだからさ。居酒屋のバイトで最も大変なのは酔っ払いの相手。これを対処できないようではうちではやっていけないが、どうする死亡フラグちゃん。お客様、どうかなさいましたか？このアルバイトサービス悪いんだよ。若い女だからって調子に乗りやがってさ。しーちゃん、ここは大丈夫だからカウンター見てきてくれる？わかりました。どこ行くんだよ、お酌しろって言ってんだろ。お客様、これ以上迷惑行為を続けられるようでしたら分かってますよね？すみませんでした。災難だったね、しーちゃん。居酒屋のバイトがこんなにハードだとは思いませんでした。助けてくれてありがとうございます。あれくらいどうってことないよ。そういえば、恋愛フラグさんはまかない食べないんですか？僕は後で食べるよ。多分、そろそろ。すみません、ヘルプお願いします。了解です。ちょっと行ってくるね。恋愛フラグさん、かっこいいです。ごめん、二人とも今日でクビ。え、なんでですか？さっきの酔っ払いからクレームの電話が来ててさ。事情はわかるけど、お客さんの胸ぐらつかむのはちょっとね。それについてはグーの音も出ませんね。あと、まかない食べ過ぎ。え？好きなだけ食べていいと言われたので。これ、今日の分の給料ね。そんな。全力回避フラグちゃん、コンビニプリント販売中。ぜひゲットしてみてくださいね。いつも料理すみません、恋愛フラグさん。全然いいよ、しーちゃんに任せたらダークマターができるし、せいちゃんは鳥のささみとかしか出さないし。全力回避フラグちゃん、ライトノベルも発売中です。概要欄からぜひチェックしてみてくださいね。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめん、するよ、ごめんって、フラグちゃん。